がこの一件の背後にある組織網に気づいた時、婚姻を阻止するためあらゆる手段を講じるはず。彼らが作り上げた障害は彼ら自身の手で解決してもらえばいい。承知しました。組織網がうんたらかんたらって、もう複雑すぎてわけわかんないぞ。オイラたちは何をしたらいいんだ。もっとわかりやすく言ってくれ。となれば、事の背景が勘定奉行の耳に無事届くようにしなければなりません。私と話をした松浦様も今頃は落ち着きを取り戻し、起こりうる事態を考えているはず。用心を始めることでしょう。彼は間違いなく稲妻城内に偵察を多数送り込みます。我々はそのものを利用し、偽の情報が育つようにするのです。鎌地様、あなたのお力もお貸しください。そろそろ頃合いですね。私の忍びが彼の放った偵察を一名特定しました。その者が策にかかるか、皆で見に行くとしましょう。九条鎌地様が人を大勢引き連れてここを取ったよな。最近公表された婚姻と関係あるんじゃないかしら。そうかもしれないが、婚姻であんなに焦ることはないだろう。それに眉を仕留めていたようにも見えた。部下にいろいろと命令もしていたようだし、そこまでする必要があるだろうか。天領奉行の人間が両家の婚姻の件で離島へ行ったみたいだな。しかもかなりの人を引き連れていた。全部で100人は超えてたんじゃないか。どうもきな臭いな。面倒なことが起きたりしないだろうか。九条鎌地様が単に心配性なだけであればいいが。婚姻の件は広まったが、旦那様が心配していたことが的中したのかもしれない。新婦を迎えるだけであればあんなにも人はいらないはず。状況を確認しなければ。あいつどっか行ったみたいだぞ。予想通りです。ついてい。おお、
人がこんなにたくさん。この通りで何か起きたのでしょうか。僕は商人なのですが、気づいたらこのような厳重な警備が敷かれていたもので、少し怖くなりまして。いえ、ご心配なく。すでにご存知かと思いますが、九条鎌治様と柊千里様が近々婚姻を結ばれます。そこで九条様は柊様を予定より早く稲妻城へお迎えするつもりなんです。そんなことが。ここにいる皆は柊様のためにその道を守っています。我々だけでなく、この先にも天領奉行の者が大勢待ち構えており、その全員が同じ任務を背負った者たちです。その僕が言うのもあれですが、いくらなんでも張り切りすぎなのでは。いえ、こうすることで九条様が柊様を重要視していると世間に見せつけているんですよ。九条様は最初から最後までこのように格式高い扱いを続けようとされています。そうだったのですね。あ、すみません、お騒がせしました。なんてことだ。旦那様が懸念していた点が的中するとは。あの者たちは通りを護衛していると言っていた。もし旦那様が柊様を手放さなければ、この男たちはいずれ離島へ、いや、柊様が離島から離れれば彼らが押し寄せてくる可能性がより増すかもしれない。天領奉行を相手に今の旦那様では勝てる見込みなどないだろう。すぐに戻って報告しないと。あいつ逃げてったぞ。これで仕掛けは十分。膨れ上がる疑心暗鬼は恐怖を育てる養分となるでしょう。あとはそれが成長し熟すのを待つだけです。嵐の前の静けさこそ最も不安を煽るものですからね。あいつらおとなしく過ちを認めるかな。気になるのであれば2日後また離島へ来て柊家の状況を確認するといいでしょう。私は他にもいろいろと公務があるので、ひとまずここで身を引くとします。駒はすでに動きました。彼らが投降するのも時間の問題でしょう。ええ、このような手を使うのは何も初めてではありませんからね。では皆さん、またお会いしましょう。柊千里が幸せになることを心から願っています。言っちゃったぞ。本当にあいつの予想通りになるのかな。おう、オイラも同感だ。2日後また離島に来てみようぜ。この道の安全を確保するのが我々の使命です。この先も天領奉行の者が大勢見張りとして立っていますが、どうか驚かないでください。全て異常なし、問題ありません。どうぞご自由にお通りください。我々の警備は皆様の行動を縛るものではありませんので。次の仕事は？そんなに急ぐ必要があるんだ。あ、ただの独り言なのでどうかお気になさらずに。
おや、何かご用でしょうか。我々は柊木様を稲妻城へお迎えするため2日前よりここに来ています。九条鎌治様のご命令は確固たるもの、必ずや実現させるつもりです。しかし我々が訪問するたび、柊木家はいつも何かしら口実を見つけてこの件を引き延ばしにしてきます。命令を完遂できるまで、つまり柊木様にご同行いただけるまで離島に滞在する予定です。申し訳ございません。それについては我々も望んではいません。一般の方々の生活には一切影響を与えないとお約束します。ただ柊木家の周りの方々がもう少し協力的であってくれたらいいのですが、もしこのまま膠着状態が続けば鎌治様がより強引な命令を出される可能性もあるでしょう。とにかく私たちは穏便に事を進めますのでご安心ください。迷惑をかけてしまいすまない。我々も次の命令を待っているところなんだ。奉行の人たち、もう何日も離島にいるよな。柊木千里様を迎えに来たのでしょう。ただそれほど時間のかかることではないと思いますが。聞いた話だと柊木様がいなくなるのを勘定奉行の人たちが嫌がってるらしい。突然態度が急変したのだとか。これだけの人を使わせたんだ、僕だって混乱するよ。何が目的なのかわからないしね。声が大きいですよ。聞こえたらどうするんですか。あ、ごめん。はあ、どうなることやら。この一件が早く収まるといいですね。まったくだよ。勘定奉行は一体何をしてるんだ。旦那様はいつまで耐える気なのだろうか。さあな、攻めるのか引くのかもうさっぱりだ。最近の旦那様は特に様子がおかしい。些細なことで腹を立てるし、疑心暗鬼な状態がずっと続いている。怒鳴られることもしょっちゅうだ。不安なのはわかるが、一体どうしたらいいんだか。シャブ妖様には逆らわないようにとあれほど忠告したのに。確かにあのお方は確信の持てないことには決して手を出さないらしいしな。このまま柊木様が連れて行かれたら、天領奉行とシャブ行はどう動くか。そうならないためにも柊木様と相談されるよう旦那様に進言しよう。離島で話されてる内容はどれも千里に関することだったな。もう勘定奉行の誰もが千里を重要な存在だって理解したはずだ。でも千里は自分自身のことをどう思ってるのかな。千里のところに行ってみようぜ。勘定奉行との交渉は間もなく終わるはずです。どうかご心配なさらずに。旦那様のご様子は。はあ、旦那様の性格からしてもしかすると。
悪いが今日は帰ってくれ。今は緊急時、特別な招待でもない限り客人との面会は断っている。あ、旅人さん、外での出来事はもうすでに耳に入っていますよね。一体何が起こっているのでしょう。そう焦らないでくれ、オイラたちが説明してやる。実は、天領奉行の人が来てから彼らは急に怯え始めたかと思うと、何か密談をするようになりました。その上、天領奉行の者と接触しないよう私は言われています。まさかそのようなことになっていたとは。全て神里様の計画だったのですね。そうと分かれば彼らが妙な態度をとっているのも説明がつきます。申し訳ございません、実はまだついていないんです。答えなんて最初からなかったのかもしれない。選択肢がなければこれほど悩むことはなかったと迷走するあまりこう思ったこともあります。ただ突然貼られた布告を見て、婚姻はもう確定事項なのだと知ると安心するどころか、逆に心に大きな穴ができたのを感じました。神里様のおっしゃる通り、この先私を待ち受けているのは本当に幸せと言えるものなのでしょうか。でも今は受け入れられます。誰かが私の婚姻を利用しようとしているのです。断固それを阻止しなければ。ただこれも私が求めていた答えではありません。そしてこの件がどういった結果をもたらすのかも疑問が残ります。あ、柊木様、こちらにいらっしゃったのですが、いなくなったのかと思い肝を冷やしました。あなたたちは。あの時シャブ行様の隣にいた。何しに来たのですか。まさか柊木様を連れ去るおつもりか。落ち着いてください。この方たちは友人で、私を訪ねに来ただけです。友人、ただの友人であると。柊木様、以前もお伝えしましたが、今はとても特殊な時期、いかなることにも警戒していただかなければなりません。私たち、いや勘定奉行全体にとって、あなたはとても重要な人物なのですから、この者たちの目的が真っ当なものであると証明できるのですか。そんな回りくどい言い方すんなよ。どうせオイラたちが千里を連れていくとか思ってるんだろ。私の友人に失礼な発言はやめてください。あなたは警戒をするあまり目に映るもの全てを疑うようになっています。私を。一連の出来事はすでに把握しています。この方の訪れこそあなたたちにとって唯一の希望になるかもしれません。私を信じてください。離島での騒動はあなたたちに問題を収拾する能力がないことを証明しています。これ以上膠着状態が続けば事態は拡大するばかりです。これは命令ではなく、私はただ釈明を求めています。そしてあなたたちはその釈明に対する責任だけを負えばいいのです。承知いたしました、柊木様。他の者と相談してまいります。佐藤、立派だったぞ。はあ、すごく緊張しました。でもこのような事態になった以上、私がしっかりしなくてはなりません。こうもうまくいくとは思いませんでしたが、ええ、では納得のいく答えが出るのを待ちましょう。厳粛な話し合いのもと、こたびの一件は私どもの過ちであり、反省しなければならないとなりました。正直なところ、今は誰も余裕がなく
みんな恐怖に怯えています。このままでは遅かれ早かれ全員おかしくなってしまう。はあ、申し開きの余地もありません。指針にとらわれたばかりに対局を見ず突き進み、ここまで事態を悪化させてしまいました。どうかもう一度機会をいただけないでしょうか。お嬢様のためにも、そして勘定奉行のためにも。ごもっともですね。天領奉行を説得できるのは社奉行の上里様しかいません。後日上里屋敷へ向かい、持てる限りの誠意を尽くして助力を請うつもりです。柊様、ご同行いただけないでしょうか。あなたは今や最も重要な人物。我々もこうする他に方法が思い当たりません。その社奉行様とはご親友なんですよね。この後もしお会いすることがありましたらよろしくお伝えください。社奉行様、すでにご存知のこととは思いますが、現在離島に天領奉行の者たちが集結しており、柊様を迎えようと躍起になっております。先日はとんだご無礼を働いたというのに、このようなことを申し上げるのは実にはばかられるのですが、何とぞ寛大な処置をお考えいただけませんでしょうか。松浦様、申し訳ございませんが、私は公務で忙しいのです。この後も別の予定が詰まっています。簡単に時間を割くことはできません。何か用があるのでしたら率直に言っていただけると助かります。我々の謝罪が取るに足らないものであることは百も承知です。しかし現状はこのように謝罪をする以外方法がありません。勘定奉行の者たちも皆事の深刻さを理解しております。柊様は私たちにとってなくてはならない存在。これからもずっと力になっていくことを約束いたします。ですから社奉行様に間に入っていただき、九条様ともう一度話し合っていただけないでしょうか。口では何とでも言えますね。今さら布告を撤回すれば人々に嘘をついたことになる。きっと稲妻の民は三奉行を嘲笑うでしょう。これについてどう対処するおつもりで。三奉行を貶めることは将軍様の顔に泥を塗ることに等しい。あなたたちは果たして雷帝の怒りに耐えられるのでしょうか。それは我々が全責任を負います。それから新たに布告を出し、説明の場を設け、全ては誤解であったと民に知らせるつもりです。なるべく影響を最小限にとどめるよう努力します。松浦様、このような結果になると知っていれば初めからこんな愚かな行為はなされなかったでしょう。しかしおっしゃる通り、私や九条様の心情がどうであれ、三奉行は稲妻の行く末を何より優先する必要があります。このままでは離島で起こっていることの収拾がつかなくなるでしょう。それに柊様や離島の人たちに罪はありません。これは非常に重大な問題です。速やかに解決を図らなければ流言飛語が飛び交い、三奉行の評判はどん底まで落ちてしまう。鳥を飼ってみれば理解できるはずです。よく下の回る鳥は心地よい鳴き声を響かせることもあれば、気が散るほどおしゃべりすることもあります。舌があまりにも長すぎて飼うことすらままならない鳥なら、
舌を切ってしまえばいいんです。そうすれば一瞬で解決できますからね。はい。あなたの目的は分かっています。私が九条様と話しても構いませんが、それで気が変わる保証などありません。それも承知の上です。シャブ行様のお力を借りられるだけで十分です。わかりました。ではそろそろお引き取りください。勘定奉行にはまだ後片付けが残っているはず。そうでしょ。はい。ではこれで失礼いたします。シャブ行様には何とお礼を申したらいいか心より感謝いたします。それから柊木様、あなたにお話ししておきたいことがあります。少しお時間をいただいても。え、はい。先ほどの神里様はまるで別人のようで、息ができないほど緊張してしまいました。彼のような傲慢な家臣には厳重な戒めが必要となります。私はシャブ業として将軍様の信頼を背負っているのですから、当然のことをしたまでです。しかし私の身分など関係なしに、個人的な立場からあなたにあるお話をさせてください。はい、神里様、拝聴いたします。ご存知の通り、神里家には極めて困難な時期がありました。かつて私ども一族は過ちを犯しています。父上はその償いと家名を回復させるために奔走し、その多忙さゆえに創生しました。父上を心から愛していた母上も追うように亡くなっています。突然の出来事にシャブ業に走った激震は計り知れません。内部の者たちはそれはもう騒然としていました。神里家の力は失墜、周りの者たちは残された私と妹を邪魔な存在だと思ったでしょう。今となってはいささか信じがたい話に聞こえますが、確かにこれが当時のシャブ業の実情でした。なんだか今の勘定奉行と少し似てるな。あの時の私は現状を受け入れるほか道はなく、希望や搾取に耐えながら強力な後ろ盾を探しました。私に他の選択肢などなかったのです。両親の意志を継ぎ、幼い妹を守らなければなりませんでしたからね。自分がどうなろうと構いませんでした。ただ家族を、大切な家族だけは他人に踏みにじられるわけにはいかなかった。幸い私の努力は報われ、没落寸前であった神里家を立て直すことができました。なんだか理解できたような気がします。私の戸惑いや不安が一体どこから来ているのかを、新之丞は私の輝きを誰よりも知っていると言ってくれました。だからこそこれから人の下につくことになる私を見て、いたたまれない気持ちになったんだと思います。私の胸の内にある不安は婚姻への迷いだと思っていました。でも実際は違います。私が弱いから、それゆえに現状を制御できないと感じ、不安になっていたんです。鎌治様が婚姻と素直に向き合えたのはその覚悟があったからです。ええ、今の私はあの時の彼と同じ立場にあるのでしょう。彼は勇ましく将軍様に向かって武器を構えました。私も今その時の彼のように自分自身を超える時なのだと思います。はい、あなたが真に成長すればお父上も安心するでしょう。その時あなた自身の人生を歩ませてくれるはずです。しかし残酷な言い方かもしれませんが、これらはあなたが幸せになるための前提条件に過ぎません。はい、それでも成し遂げてみせます。この機に柊木家がかねてより担ってきた責務を引き継ぐつもりです。
そして全てが落ち着いた頃、また婚姻のことを考えようと思います。そうすれば、鎌地さんにかかる重荷を軽減できます。私も身を守りつつ、彼を支えていくことができるでしょう。私どもの家が配下となることも、荷物となる心配もなくなるはずです。お二人が幸せな道を歩めるよう、心からお祈りしています。改めて婚姻が決まった際には、またお祝いさせていただきますね。神里様、本当にありがとうございます。まさか、ここまでお力になっていただけるとは思ってもいませんでした。では、私もそろそろ失礼いたします。まだまだやるべきことが残っていますので。ええ、どうかお元気で。今のあなたなら、どのようなことをなさっても、彼らから尊重されるはずです。はい、それはすでに身をもって感じております。こたびの一件、心より感謝いたします。おいら、なんだか千里が輝いて見えるぞ。お前もすごかったな。誰もがお手上げだと思ったのに、それをこんな見事に解決するなんて。棋局において相手の攻勢を利用し戦局に変化をもたらすことはまあまああることです。今回の相手は決して難敵ではありません。策を練ってはいましたが、先見性に欠けており、その手段も未熟でした。このような結果となるのも予想通りです。おい、もしオイラだったらこんな方法一生思いつかなかっただろうな。でも千里が柊木家を再興しようとしているのを見て、なんだか安心したぞ。ええ、そうですね。稲妻が安定するのは我々にとってもいいことです。何よりしゃぶ業の仕事も減ります。こう見えてもしゃぶ業の当主ですよ。おそらく松浦様にとって権力は一生追い求めるものだったのでしょう。しかし私にとって稲妻の安泰こそが最も優先すべき事項です。稲妻が安泰であるからこそ、しゃぶ業も平穏無事でいられます。そして、神里家やしゃぶ業に関わりある一族たちも、穏やかに暮らせるのです。しかし、人は貪欲な生き物。このような計り事は初めてではありません。この先もきっと起こるでしょう。私はただ、賛成力を牽制し合うようにしただけ。安泰とは完全なる静止を指すだけではありません。行動を起こしにくくすることも安泰と言えます。もう一つの利点は、柊木様の重要性が知れ渡った点です。私も彼女に大きな恩を売ることができました。関わりのなかった一族と信仰を結ぶよりも、今まで通り柊木家と付き合う方がよほど楽ですしね。ただの結婚でそこまで考えるなんて、まさか最初から結婚を阻止しようと思ってたんじゃないよな。ふん、確かに私の判断は不謹慎なものだったかもしれませんが、柊木千里への言葉に偽りはありませんよ。己の立場に関わることをひとたび諦めれば、今後一生妥協し続けなければならなくなります。苦境に立たされているとも知らず、ただ奈落に落ちていく。そんな彼女は見たくありません。これからの成長を見守るとしましょう。そうだな。こればかりは待つしかないな。ええ。お二人ともどうもありがとうございました。いつか妹の手が空いている時にでも、あなたたちを招待させてください。どうやら一件落着のようですね。何もかも全て丸く収まった。唯一の問題は、
なぜか変な味の牛乳を飲まされたことぐらいでしょうか。おや、口に合わなかったかい？珍しい味のものが好きだったと思ったんだけど。若、あなたというお方は。旅人も一杯飲んだんだよ。彼はどうでしたか？若から見ても良い印象だったのでは？ああ、今回旅人は重要な役割を果たしてくれた。もし彼とその連れが私に手を貸してくれていなかったら、両家とも私のことをもっと警戒していただろうからね。そう簡単に確信をつくことはできなかったかもしれない。さすがは若、人の問題に介入しつつご自身の目的も果たすとは。ただの成り行きだよ。まあそうだ、暇があるうちにこの間途中になってしまった戯曲の続きをやろう。Thank you.